ニコラオスティス・エラザスケ・ザニアスは、ギリシャをゲオールギオス一世とその妻オルガ王妃との間の三男。グリュックスブルク家の一員であり、ギリシャ王子及びデンマーク王子の称号を有した。父方のいとこである、ロシア皇帝ニコライ二世と区別するため、ギリシャのニッキーの愛称で呼ばれた。ニコラオスは、画家として知られたほか、兄のコンスタンティノス及び、 ゲオルギオスと一緒に1896年アテネオリンピック開催に尽力したことでも有名である。オリンピック競技がギリシャで復活したのは393年以来のことであった。ニコラオスは射撃競技の責任者を務めた。ニコラオスは1913年父ゲオルギオス一世がテッサロニキで暗殺された時に父の死はドイツ諜報機関の差し金だと発言して 国際問題を引き起こした。こうした説を持ち出したのは、兄、コンスタンティノスの即位に伴って、新王妃となった、ドイツ人の義士ソフィアへの嫌がらせだったと思われる。ニコラオスは1938年に、アテネで亡くなり、たとい宮殿にある王家の地下のお骨堂に埋葬された。1902年に、ロシア皇帝アレクサンドル・ニセイの孫娘で、自身の、 また10枚にあたるロシア大公女、エレナ・ウラジー・ミロブナと結婚した。エレナは、ニコライ2世の処刑後に、ロシア皇帝を自称したキリル・ウラジー・ミロビチ大公の妹にあたる。夫妻は3人の娘を設けた。娘たちはいずれも美女として有名であった。ありがとうございます。